ソルトレークシティオリンピック世界選手権の最終選考を兼ねました全日本選手権男子シングルは解説に92年アルベールビルオリンピック銀メダリストの伊藤みどりさん、80年サラエボオリンピックにも出場されました元全日本チャンピオン小川勝さんを迎えまして最終日のフリーをお送りしてまいります。小川さん、はい、まあ、今回ですね、ホンダが早々に内定を出していまして、はい、もうオリンピック出場を決めていますよね。そうですね、彼はやはりあの世界でも認められた日本の実力者ナンバーワンですから、はい、まあ仕方ないことかもしれませんね、まあ、それだけ期待が大きいということになりますね。そうですね、そしてあの今回の男子に目を向けますとね、はい、初日のショートでは、まあ、前回長野オリンピック代表の田村選手が好位置につけているという状況ですね。そうですね、ただあの他の選手、元全日本チャンピオンの竹内選手、はい、あるいはベテランの岡崎選手も非常に頑張ってますんで、その争いが見どころですね。伊藤さんはどういう感想を持ちですか？そうですね、やはりなんといっても今ジュニアで、活躍している高橋選手なんかも、そうなんですね、あの世界ジュニアも決まってますし、昨日のショートプログラムをミスをして最終グループには入れなかったんですけど、注目してみたいと思います。とにかく残り1枚の切符ということで非常にいい激戦です。さあ、そういった表情をですね、リンクサイドからリポートしていただきます八木沼純子さんがいらっしゃいますが、八木沼さん、はい、どういった様子ですか？そうですね、今皆選手ウォームアップしている状態なんですけれども、非常にあの朝の練習でもちょっと朝の練習早かったんですが、まあ、そういうことを除いても非常にそのいい緊張の中で練習ができたと。でそういった意味でも非常にその今回の試合皆さん気合が入っています。はい、ということで、それでは男子のフリーグループ3の選手の演技から早速ご覧いただきましょう。